にステージに出てくるはずなのに。あ、本当だ。みんな、どうしたの？世界でライブやるときはいつもノリノリだったじゃないの。なんで今さら緊張してんのよ。だって今まではモーモージャンプとしてのライブだったから。でも今回は私の誕生日で、私がメインのライブでみんな楽しめるのかなってちょっと不安になっちゃって。じゃあみんなに聞いてみようか。え？ミク、リー、ちょっといいかな？みんな、私たちのライブに来てくれてありがとう。誰のためのライブかもちろん知ってるよね。さあ、今日の主役の名前を教えて。せーの、みのみちゃん。みんながお祝いしたいのは誰？みのみちゃん。今一番会いたいのは誰？みのみちゃん。もう一度、会いたいっていう思いをもっともっとたくさん込めて呼んであげて。せーの、みのみちゃん。シャキッとしなさい。私たちだってついてるんだから。ええ、それにここにいるみんなはみのりちゃんに会いに来てくれたのよ。うん、みんな今日は私のバースデーライブに来てくれてありがとう。すごい、本当にみんな私のために。よかった、みんなの気持ちみのりちゃんに届いたね。じゃあ今度は私たちが届ける番だね。みんな待たせちゃってごめんね。ここからが本番です。みんなに聞いてもらいたくてたくさん練習してきた曲があるの。私のファンだって言ってくれたあの子にもいつか届けたいと思って頑張ってる曲でもあるんだけど、それを今日はここにいるみんなのために歌います。全力届け、天使のクローバー。どう
それじゃあ改めてお祝いだね。うん、みんなも準備してね。じゃあ行くよ。みのり、お誕生日おめでとう。私、本当にアイドルになったんだ。こうやってみんなが応援してくれるから夢への一歩ちゃんと踏み出せたんだなって改めて感じました。はるかちゃんやあいりちゃん、しずくちゃんと一緒にもっともっとみんなに希望を届けられるように頑張ります。だからこれからも応援よろしくお願いします。はるかちゃん、最初の名前のコールありがとう。すっごく勇気をもらっちゃった。ううん、私だってもう一度ステージに立つためにみのりからたくさんの勇気をもらったから。みのり、本当にお誕生日おめでとう。うん、はるかちゃん、お母さん、私を産んでくれてありがとう。急に何？